吉宗評判記暴れん坊将軍。私はいくつだ。私19だけど。そんなろくでもねえ男に付き合うんじゃない。あ、おじさんで。はい、こっちへ帰りなさい。大きなお世話でしょ。何よおじさん。わしの言ってることがわからんのか。いや、いろいろ言ってくれんじゃねえかよ。えつけこまちの常習だ。分かったな。二度と付き合うんじゃないぞ。またやってるな。知ってるのか頭。ええ、あの通りの変わり者でしてね。とにかくあの人に睨まれたらどんなやつでも。南町の田川源兵衛様って人はみんな鬼源って呼んでますけどね。お、いけねえ、こっち来る。新さん、沢原の神に何とかって言いますからね。いらっしゃいまし。何にいたしましょう。注文か。ええ、おめえを注文するぜ。おお、積み上げちゃうな。やめろ。よせ。この男にどんなとこがあるか知らんが、少し行き過ぎではないのか。引っ込んでろ、青二歳。ただ夜嵐の谷蔵っていう大悪党なんだよ。2年前に質屋を知って一家6人女で皆殺しにしてるんだぜ。長えことかかってやっと突き止めたんだ。もう逃がさねえ。こんな人手なしは一日も早く国問題に送り届けてやる。何にも知らねえくせしやがって口出しなんかすんじゃねえ。近寄るとぶっ殺すぞ。てめえどこまで凶状を重ねる気だ。観念しろい。うせえ。どけよ、ほらどけよ、ほらおかげでどけよ。ガン。やだ、来ちゃった。この野郎。知らぬこととはいえすまん。捕り物の足を引っ張る気は毛頭なかったんだ。あの田川さん、こちらね、足と恋にしてる徳田新之助さんっつうんだが、今日のところ足の顔に免じて。いえ、それに新さんだって手助けしたでしょ。ああ分かってるよ。帳消しにしてやろう今のことは。そうか、すまんな。だからわしの方は礼は言わんぞ。あ、立て。あの人は。新さん、気分悪くしないでくださいよ。大体ああいう人なんですからね。この田川源兵衛が変わり者というなら
吉宗もまた変わり者と言わねばならない。なぜならそんな田川に好感を抱いた将軍吉宗であったからである。上様、とんだご無礼を。平に。いいんだ、忠相。俺は久しぶりに小気味のいい役人に出会ったと思ってる。俺は、鬼源なるあやつは、頑固なまでに己の信念を持っている。あの勤めぶりがあってこそ、巷に睨みを利かせる定町割りだ。はあ、とは申せ、あの田川にはいささか私も持て余し気味でして。時には筋が通らぬとこの私のところにまで意見をねじ込んでくる始末で。越前殿がねじ込まれるか。いや、そやつよほど気骨のある人物らしいな。さようで。何せ私の兄と同じほどの年ですので、どうにもやりにくくて。越前殿、そのような人物こそ大事にしてやらねばな。じいの言う通りだ。俺からも頼むぞ、忠相。はい、心得ております。この男、盗賊火付け改め役、高見沢将監である。大岡殿、鞍馬の与平次の探索はいかがでござるかな。はあ、いや、厳しく追求してはいるのだが、いまだ手がかりもつかめぬありさまです。そちらはいかがかな。着々と。何か尻尾を捕まえましたか。それはお教えできぬ。加藤には加藤のやり方がござるでな。ま、せいぜい互いにしのぎを削るといたしましょう。ごめん。忘れられない思い出があるから。おかみさん、急に思い立ったみてによ。気まぐれなんだよ、いつもの。いい迷惑だよ、まったく。いやいやいや、ご苦労さん、ご苦労さん。いや、もう適当でいいんだからよ。どうせ3日とも持たねえんだからよ。兄ちゃん、聞こえるわよ。お姉ちゃん、せっかくその気になってんのに。いいんだよ。こっちとら、お前、これから日よけ地の方ずっと見回らなくちゃならねえんだもんよ。ほら、お前さんも嫌なくちゃダメじゃないか。ほら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 。俺がこんなことできるわけねえじゃねえかも。何言ってんだよ。こういうことはね、一家の主が先に立ってやらなくちゃダメなんだよ。ほら。これは大変ご無礼を。これは田川の旦那、女房のやつが飛んだ騒動しまって、すいません、どうも。構わんでくれ。あの旦那、何か。ちょっと二階の部屋を借りてるんだ。部屋。おかみのご用だ。いや、どうぞ。悪いことでもしたのかい。バカなこと言うんじゃねえよ。なんで俺がそのするわけねえじゃねえか。おめえら何か言ったか。あ、いい。身に覚えねえな。新さん、どうしてみんな揃って。新さん、いや、たった今ね、鬼剣の旦那が二階。そうか。うん、この間失礼した。御用の筋だ。邪魔すんじゃねえぞ。一体何事だ。あそこの家だ。
あの家を訪ねた者から知らせがあってな、どうも様子がおかしいってんだよ。中で荒っぽい物音がしてんのに、いくら戸を叩いても誰も出てこねえらしいんだよ。あの家は金貸しの老婆の家だ。確か息子夫婦と同居しているはずだが。おっ、あいつは知り合いの者か。クラマの与平次だ。新さん、一体何があったんですか。みんな驚いてはいかんぞ。裏の金貸しの大目さんのところに賊が押し込んでるんだ。それもただの賊じゃない。今江戸中探しているクラマの与平次一味だ。本当かい新さん。お前さん、これえらいことだな。お嫁さん金持ちだって評判だったからな。お嫁と日頃親しい者はおるかい。あの、私です。よし、じゃあ手を貸してくれ。大丈夫だ、おもっちゃん。危ないことはさせない。はい、それなら。よし、みんな支度しろ。俺たちで捕まえてるらしい。いや、手出しは無用だ。しかし旦那と新さんだけじゃ。中には人質がいるんだ。下手に騒いじゃまずい。頭、その方がいい。もう新さんがそう言うなら。源さん、奉行所へ走ってくれ。へい、勝手に。じゃあ、高さん、ドジ踏むんじゃねえぞ。おい、パパ、ビニがあんな分かってんだよ。出しなよ。お助けください。会える。うるせえ、このパパ。そこら中を探せ。どうしても言わねえのかい。お助けを。見てこい。どちら様でございます。火消しの恵みの家のもんです。お梅さんにちょっと。娘が一人えれえべっぴんでさ。よし、雪がかりの大臣におめえらで慰んでやれや。ほら。てめえ、お人形。てめえら、よくもこんな無稽古と。それで。君にしろ。はい、この野郎。お嬢に謝りよ、てめえは。このめぐみの立ち心が相手だ。来い、やかましい。捕まったのか。やろう。そやつらをこっちにもらおう。なんと、一味は我ら南町が召し取ったのです。切り取り強盗は本来加藤改めの範疇のはずじゃ。こんなところで手柄の取り合いは愚かなことだ。引き渡してもらおう。いや、
しかしそれでは。文句があるなれば奉行を通して行ってまいれ。いつでも受けて立つ。人で。あ。さすが殿様だ。やることは水際だってら。殿様、もうてっきりこのまま獄門台かと思いましたよ。与平次はどうした？ええ、足をうまく逃がしやした。そうか。与平次さえ無事ならばそれでよい。いくらでもいるんだ。だってかわいそうだわ。みんな仲良くやってきたのに。てめえって甘わ。この俺が無事に戻ってきたの真っ先に喜ぶもんだよ。ごめんなさい。酒だ。私のこと嫌いになったの？高野だな。お見事。うん、己与平次め、ひつかめた手下をどうでも吐かして奴をお縄にしねえことねや。旦那、頼みますぜ。頼みます。しかし、すばしこい野郎ですな。ね、じいさん。あと一歩というところだったんだ。残念でならんよ。田川の旦那、早く捕まえてください。でないと私たちは枕を高くして休めませんから。ああ、田川さん、大変です。三人の手下は途中から加藤を改めに連れて行かれまして。なんだと？なぜむざむざ引き渡したんだ？誤飲だったんですよ。それよりその後が。どうした？言ってみろ。三人は逃亡を図ったとかで奴らに切られまして、死骸をたった今南町へ届けに来たんです。死骸を？はい。ふざけるな。そうまで苔にされて。まったくだよ、田川の旦那。やろう。せっかく捕らえた手下ども、この上は加藤に断じ込んでやる。よせ、田川さん。今ここで加藤といさかいを起こすのはよくない。それより与平次の探索の方。若えの、おめえに意見されるまでもねえ。だがな、十手持ちには十手持ちの誇りってもんがあるんだ。それを踏みにじられてたまるか。たとえ相手が加藤改めだろうがなんだろうが、間違ったことは正さなくちゃならねえんだ。南町の面目にかけてな。新さん、大変だわ。あの人一人じゃ。新さん、
俺たちも加勢行った方がいいんじゃねえのか。ああ、そうだな。新さん。いや、みんなはここにいてくれ。新さん。加藤をのために物申す。拙者、南町同心、田川源兵衛。お買い物狙いたい。お買い物なくば加藤のお看板頂戴いたすが、それでもよいか。何ですか。タガンあやつのことだ。言い出したら一歩も引くまい。忠相、何とか事を収めてくれんか。コッパ役人が血迷いおって。そう、それを元通りにいたせ。断る。火はそちらにあるのだ。何の権限があって一味三人を横取りなされたのか。また何故にそれに手をかけられたのか。繰り返しはつかんが納得でき申さん。たわけ。その方ごときに答える必要はない。さようか。しからば。おのれ、成敗してやる。やるならやってもらおう。この一件が大騒ぎになって将軍様のお耳に入らば頂上。ことが宣議されればあんたはたちまち不利な立場に立つ。さあやってもらおう。高見沢殿、この男に指一本でも触れたらこの大岡越前そのままには起きませんぞ。加藤改めの手段を選ばぬやり方には日頃から殿中でも取り沙汰されていたところだ。これを機に上様とお諮りし加藤の廃止を宣議いたすが、それでもよろしいか。大岡殿。ならばこの一件忘れてもらおう。私も鞍馬一味の件は不問にいたそう。よろしいな。それで田川、では参ろうか。はあ。拙者の振る舞い、どうかお許しを。何を言うか。その方でなくてもこの忠相の腹渡も煮えくり返る思いだったぞ。よくやってくれた。お奉行。田川、あそこにいる者がお前のことを心配してくれたが、わしに知らせてくれたんだ。礼を言うがいい。大事に至らずよかったな。余計なことをしやがって。と言いてえとこだが。心配してくれたのか、わしのことを。よし、飲もう。気に入った、若えの。
つかめたか。あ、盗人仲間から聞き出したところでは下屋三味線堀あたりの下田屋に住まいおるようでございます。お待ちどうさまです。わけの、おめえ子供はいるのかい。俺まだ独り者だ。子供がどうかしたのか。どうかしたんだ。ぐれてどうかしちまった。田川さんの子供か。ああ、長家の女に産ませた子でな。おるいってんだが、今頃は何をしてやがるか。母親はどうしたんだ。わしが不足見習いから初めて同心になったのは18の時だ。だが抱え席一代の同心はどこまで行っても同心だ。最初はそれに腹を立てたり悩んだりもしたが、38年もお勤めをしているうちにわしはだんだんこの仕事が誇らしくなってきた。ご譜代に手をつけてる天道様を曇らせちゃならねえ。泣かされる人が一人でもいちゃならねえってな。わかるかい。わかるよ、田川さん。だからわしは御用を一筋にまっしぐらに突っ走ってきた。悪い奴は知恵堂博までぶったたいた。けどわしは気がつかなかった。挙げた下手人の数だけ恨みを買ってるってことをな。長家の女はお島と言ってな、そりゃいい女だった。ずっとこのわしの日陰の女を通し続けてな、何度も女房にするってのを頑として聞いちゃくれなかった。2年目、このわしを恨むどっかの悪党が、そのお島を手にかけやがった。まあ、その目に俺やグレちゃいたんだが、わしのせいで母親が殺されたと知ると、このわしを一生恨むと言ってどっかへ行っちまえやがった。何千何百の悪党に恨まれるよりこいつは答えるぜ。若えの、なるほど、その鬼同心にもそのような事情がござりましたか。じいだったらどうするの。実の娘に恨まれながら生きてゆけるか。じい、返答せい。さすれば上様がそのお子のお立場なら何となされまする。俺が鬼源の子供だとしたら、そうだな、恨みながらどこかで父を慕っている、そういうもんではないのか、親子とは。はい、まこと親子の間に混じり気のない恨みの心など成り立つ道理がござりませぬ。恨む裏では恋慕うのが血を分けた親子と申すものでは。じい、俺もそう思うぞ。Thank you.
半蔵、まことかそれは。はい。あまりのことに花の煮える思いでございました。上様、直ちに高見沢の処断を。うん。その前に鞍馬の与平次を見捨てれ。あいつの口から確かな証言を得るのだ。わかりました。あ、上様、その差配は田川に任せてもよろしゅうございますか。おう、それは良いところに気がついた。そうしてやってくれ。はっ。では。どうした半蔵。は、実は与平次と暮らしている女のことですが。その女がどうした。は、素性はよくわかりませぬが、明るく気立ての良い娘でして、どう考えても与平次とはそぐわないのでございます。近所で聞いたところでは名はおるいと申すそうですが。おるい。まことおるいと言ったんだな。はい。おめえ、この俺から逃げる気はねえのかい。逃げないわ。だって私に帰るとこなんてあるじゃねえかよ。八丁堀の組屋敷によ。どうして。こんなことはもうとっくに知ってらな。おめえが鬼源の娘だってことぐらいはよ。違うわ、あのやつ親じゃない。まあ、そんなことはどうでもいいがよ。死のうとしてたおめえを拾ってやったのはこの俺なんだからな。恩を忘れるんじゃねえぞ。分かってるわ。鞍馬の与平次、神妙に引く。クソ。おるい、いいことを教えてやるぜ。おめえの母親を殺したな、この俺様よ。何だと。江戸を吐くまでぶったたかれた時の仕返しよ。この娘も散々慰んでやったけど。その方らの頭になる男が参るでな。早速明日からでも働いてもらうぞ。それが火盗改めのすることか。何やつじゃ。俺は天下の古来坊徳田新之助だ。高見沢将軍、その方、本来火付盗賊を取り締まる立場にありながら、こともあろうに盗っ人を差配いたすとは何たる不届き。この場において腹を切れ。
腹を切れとは少子千万。こいつは偽の上様じゃ。構わん、切れ。やめるというのか、田川。はい。身内に咎人が出ましたる上は。しかし、その方は独り身だ。家族はおらんはずだぞ。いいえ。あれは拙者めのたった一人の血を分けた娘でございます。わかった。お奉行。一つだけお願いが。うん、聞こう。浅草かや町無宿おるい、処刑の刻限じゃ。出ませい。最初から恨んでなんかいなかったのよ。ただおっかさんがあんまりかわいそうだったから。でもやっと分かったわ。おっかさんはあれで幸せだったんだってことが。お父っつぁん、私の形見だと思って覚えてる。これこれ昔お父っつぁんとおっかさんに連れられてほおずき市行ったでしょ。とってもよく覚えてるのよ私。
人に手を引かれて、なんだか私ドキドキして、でも嬉しかったわ、楽しかったわ。今から私あの頃に戻るのよ。そう思ってお仕置きを受けるの。恨み心のその裏で恋慕う親への思い切なく、おるいは短い一生を終えた。享保十二年のその日、鬼源と人々に恐れられた南町同心田川源兵衛も八丁堀からその姿を消した。鬼源と男同士の友情を通い合わせた吉宗は、今は源兵衛をそっとしておこうと胸に言い聞かせた。やがていつの日か二人で酒を酌み交わす日が来ると信ずる吉宗であった。この日、今にも泣き出しそうな江戸の空であった。吉宗評判記暴れん坊将軍。それじゃ早森様、相撲取りに。旦那様を殺した奴を江戸中探しまって、きっとぶっ殺してやる。伝吉、窓。親父に恩返しをしたかったら立派な相撲取りになることじゃないのか。肝心相撲に入ろうとしたが断られ、ようやく闇相撲をやる気になってわしのところへ来たんだ。何？伝吉を闇相撲に出すというのか。そうだよ。伝吉は素人だ。相手は無頼の者とはいえ、元は本職の力士だ。
とても勝負にはなるまい。土俵にかけた舞扇、どうぞお楽しみに。